ネマニアビディッチは、セルビアウジツェ出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。元セルビア代表。1996年にレッドスターベオグラードの下部組織に入り、2000年にレンタル先のスパルタク、スボティツァでプロデビュー。ここで結果を残し、レッドスター復帰後もすぐさまポジションを獲得。20代前半ながら、キャプテンを任されるなど、若くして、 チームの柱になった。2004年1月にはロシアの名門 FC スパルタクモスクワに移籍した。モスクワでも変わらぬプレーぶりを見せ、欧州でも注目の若手 DF としてますます評価は高まった。各国クラブが続々オファーする中、2006年1月にプレミアリーグのマンチェスターユナイテッド FC に移籍が決定。移籍金は約700万ポンド。 移籍後はすぐに、プレミアのサッカーにも順応し、リオハーディナンドと鉄壁の CB コンビを形成。2007から08シーズンは、チームのプレミアリーグ、UEFA チャンピオンズリーグ制覇に貢献。2008から09シーズンの FIFA フフクラブワールドカップでは、準決勝のガンバ大阪戦で、先制点を奪うなど優勝に貢献。プレミアリーグでは、チームの14試合連続無失点の記録を、 樹立するなど、リーグ屈指のディフェンダーとなった。リーグ3連覇や2年連続 CL 決勝進出にも、貢献し PF 年間最優秀選手賞の受賞も有力視されたが、大一番となったリバプール FC 戦で決定的なミスを犯したことなどから、同僚のライアン・ギグスに受賞を譲る。しかしその後、サポーターの選ぶ、チーム年間最優秀選手に選ばれた。 2014年2月7日、2013から14、シーズン限りでマンチェスターユナイテッドを退団することを、クラブの公式サイトで発表した。2014年3月5日、翌2014から15シーズンからセリエ A のインテルミラノへ加入することが発表された。しかし、インテルでは、背中や腰の負傷に悩まされて、満足のいくプレーができない時間が増え、2015から16、 シーズン中はヘルニアの手術をするものの、ベンチ要員の息を出ることはなかった。2016年1月18日、インテルとの契約を解除。1月29日、現役引退を発表した。セルビア代表に招集された、ビディッチ U-21 代表を経て、当時の代表監督、ディアン・サビチェビッチにより招集され、2002年10月12日の、 ユーロ2004予選の対イタリア戦でフル代表デビューをスタメンで飾った。2006年 W 杯欧州予選ではゴラン・アブランチッチ、ムラデン・クルスタイッチ、イビツ・ア・ドラグディノビッチとフェイマス・フォーと称されたフォーバックの一員として予選突破に貢献した。W 杯本大会では初戦のオランダ戦では出場停止。その後、練習中に左膝を痛め、 結局試合出場はならず、チームはアルゼンチンに6-0の大敗を喫するなど、グループリーグで敗退した。セルビアとモンテネグロの国家分離により発足した、セルビア代表でも、守備のようとして活躍した。2011年10月24日、代表引退を表明した。ありがとうございます。